はい、今週もやってきましたパック対決。パック対決。今週の対戦相手はポケモンカードゲーム。お。でポケモンカードゲームね、最近俺はあんま知らないんですけど、なんか最近ポケモン業界盛り上がってるみたいなんで、まあ、もしかしたら高いカードが出るかもしれないですけど、まあ、マジックっていうのはね、ものすごい人気のカードゲームなんで、まあ、マジックぐらい高いカードが出るかっていうとちょっと怪しいところなんで、ちょっとまあそれも兼ねてね、ちょっと今回検証していこうと思います。で5パック買ったらなんかおまけくれたんで、まあ、これも含めて対戦させていこうと思います。まあ、毎度これね、マジックが華麗に勝つと思うんですけど、まあそのポケモン勢はね、ちょっと見てらんない動画になるかもしれないんですが、まあよかったらね、もうマジックの素晴らしさをぜひ見ていってください。お、いいね。じゃあそれでは開封していこうと思います。ということで、まあ MTG じゃないわ、なんだっけ、マジック・ザ・ギャザリングだから MTG から開封しようと思います。まあ、最近マジックから離れてたから、ね、マジかよ。略称がわからなくなっちゃったわ。はい、じゃあ MTG から開封するね。お願いします。いい？いっちゃっていい？はい、今週もいっちゃっていい？余裕だからね。余裕で MTG で勝つからね。してやるよ。行くからね、フェニックスが出るからね。ビビんなよ。行くぜ。はい。おーい、恐竜。光ってる。すげえ。光ってる恐竜。もうポケモンカード見たか、これ光ってんだぞ、マジック。やべえだろ。すげえだろ。何か光ってるカード。いいね、幸先いいね。もう見せつけてやる。高いカード行くぜ、はいはいはい、ほい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 、いくよ、ドン、おー、マホーク、全然あるから、マホーク、マホーク、いっぱいあるから行くぜ。さあ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 、3パック目は宝物から、平地から、はい、今日はこれじゃねえ、これなんだっけ、ダスゴみたいですか。これはなかったことにしましょうか。戦場のね、クリーチャーいっぱい倒すんだ。だからポケモンでいうとこと、そのベンチのポケモンとかもみんな死ぬからな、お前覚えとけ、ポケモンで。よしよしよし、 MTG 強えな、竹をバカにするのよくないな、最高だな。MTG 強えぞ。おいよー、これこれなかったの、これポケモンだとね、たどり着かないから。おお、大丈夫か、大丈夫か、てか待って、今回安すぎないから、ちょ、大丈夫大丈夫、大丈夫だよ。毎度さ、安くて負けるのはネタかもしれないけど、ちょっとね、戦いにならないとね、やめよう、うん、これ、ちゃんと。え、いくらだよね。R、白。はい。え、ちょっと待って、白でもない。マジック、これやばいでしょ、いくらなんでも。え、どうするどうするどうする、その足してくれ。足そう。お、M! でーん、行きましょう、はい、おいしょ、ダイ、いくよ、いくよ、はい、おーい、なさすぎるよ。しこれ戦うぜ、待ってろポケモン。超神経質、もうそれしゃあないぜ、それはもう使用上これが入れるの、よし、ポケモンに勝とうということでね、もうマジック散々で俺はもう結構テンションダウナーだけどね、それでも用意したからには向かなきゃいけないんで、ポケモン向いていこうと思います。よし、向こう。まあね、ただポケモンなんかね、その子供が遊んでるカードゲームだと思うんで、きっとろくなのは出ないんじゃないかなと思ってます。オッケー、向くよ、いい、うん、はい。ただね、俺もね、そのポケモンやってた身なんで、ポケモンがね、負けちゃうのは負けちゃうで、ちょっと寂しいなと思ってるんですよね。あ、これ、これ全部フォイルもしかして。お、あ、違うわ、レアコイルだ、レアコイル、レ、え、あ、え、光ってない、あ、これ全部光ってんじゃん、すごいね。最近のポケモンやべえな、なんかすげえ、すごい質感、すげえパワーインフレーションしてんだけど。フロアとの島、え、で、最後が多分すげえ光り方してんじゃない、あ、違う、まだ次か。あ、で、多分きっと最後はもうビカビカーって光ってんじゃない、ハンサムだ、ハンサム、ハンサムちょっと待って、ハンサムね、トレーナーカードで自分の山形の下から3枚引くってか、強すぎない、え、コストなしで3ドローなの、すごっ、え、まさきでも2枚しか引かしてくれんのに、ハンサム3枚引かしてくれんの、ハンサムすごっ、え、あ、でもね、最近のポケモンね、マジでね、パワーインフレしてるわけよ、はいはい、だからね、このボッタイシとかね、これ1マナで20ダメージとコイン表だったら麻痺でしょ。もうこれ麻痺ってポケモンでいうところのターンスキップなんで、もうコイントス表出せるやつだったら、もうこれ相手のターン永久スキップなんで、ボッタインは強で、鋼エネルギーと、モーカザルと、マッシュ、もう全く違う、これポケモンなの、すごっ、アメコミのヒーローみたいじゃん、ウルトラビーストって書いてあったけどスレッチは前、待って振り回すな、3マナで80ダメージとコイン追加で20ダメージ、やばいじゃん、コイン2回表出したら昔のリーダードの即死じゃん、強すぎるだろはい、え、しかも種ポケモンなの、マッシブンって、進化じゃないの、最後がダーン、ビーストリーム、え、グッズだって、このカードは相手のサイドの残り枚数が4枚または3枚でなければ使えない、サイドの枚数が、あ、で相手がちょっとその優勢の時しか使えなくて、自分の山札にある基本エネルギー2枚まで、あー、なるほどね、はいはいはい、あ、ライブラリーからエネルギー、まあ、ランパンみたいな感じです
あのライブラリーから土地2枚持ってきて出すみたいな、マジック的に言えば。でもなんかあのその同じような光り方しか出ないね。俺そのなんか、ね、多分その最後はもうすげえピカピカってやつだと思ってたのに、なんか意外としっとりとした光り方しか出ないっていう。ガバイト。ガバイト。結構ガバイクリチャーだな。ガバイ。あ、でも進化なんだ。覚醒、切り裂く。おぉ、バルキア、お、待って待って、これ絶対大当たりでしょ。ちょっと待って、読もう、せっかくだから。まず HP180 ってやばいでしょ。その昔のあの最大値120を大幅に超えすぎだろ。で、バルキア GX、種ポケモンで、1マナで、空間制御。自分のベンチポケモンについてのエネルギーを好きなだけこいつにつけるの、マジかよ。だからこいつ1枚しか貼っつけてなくても、出てきて、あの、ベンチにあるやつのエネルギー全部ここに貼っつけれると。で、次の能力が3マナでハイドロプレッシャー60ダメージと、このポケモンについてる水エネルギー分だけ20ダメージ追加。だからこれで、無色はこれ、あの、マジックと同じで何でもいいんですよね。だからこれが全部、あの、水エネルギーだったら120ダメージっていう。あの昔の最大値の HP が即死する。で、これ一番やばいの。ゼロパニッシュ GX150 ダメージ。すげえ、マナ使う。そう、あの、で、自分、相手の場にいるポケモンについての人形すべて山札に、え？あ、マジで？え、相手のランドが全部ライブラリに戻るっぽいですよ。ぶっ壊れだ。え、で、ポケモンもそのエネルギーって一旦に1枚しか使えないんで、それ全部戻されたら絶対勝てないでしょ。あ、で、この技はあのゲーム中1回しか使えないそうです。まあまあ、そういう縛りがあると。でも強すぎるだろ。で、最後、アクアバッチ。アクアバッチってね、ジムリーダー。最近のポケモン知らないお前。わかんない。あ、そう、ジムリーダーから電気入れんじゃない、うん、全然お役に立たねえ。はい。次。でしょうよ。うん。霞とかがくれるやつじゃない。アクアバッチ。そう。あ、でもこれやばいね。こいつ絶対高いっしょ。で、次が、エムリットも全く知らねえポケモンだ。え？格闘エネルギーってあったっけ？あるわ、ごめん、失礼しました。普通にあの、モンキー、あ、マンキーとかその辺だわな。ユクシー。ユクシーで次が、ダン。あー、ロトムだった。ということは、今までの流れ的にこれも最後もかっすいやつだな。こだわりハチマキだった。グッズが出てくる。まあ、せっかくだからもう、このカードについてるポケモンが使う技の、あ、GX、あー、なるほどね。この GX 技が30ダメージ追加されると思うの。こんなもん30追加されても、オーバーキルすぎるだろ。はい。ラスト、はい、ラストラストっていうか、今回ね、もうマジックね、もう敗北確定してるから、なんかあんまテンション上がんねえんだよな。エネルギー、グレックル、ウルトラ調査隊。自分の手札にあるウルトラビースト、ウルトラビーストって何？なんかポケモンにそういう概念現れたの最近。なんかそう、なんかあるらしいね。なるほどね。そう、お前知らないのに聞いて、全然知らないから、ね、知らないのに聞いて悪かったわ。知ってるやつに聞くべきだった。で、ウルトラビースト2枚までトラッシュし、あ、ハンド2枚切って、え、やばくね？ハンド2枚、2枚まで切れんのよ、うん、で切った枚数かける3枚引けるから、だから2枚引けたら6枚引けるっていう、強っ。最近のあのポケモンのなんかドロー事情だいぶ緩くなったね。雪の王、雪の王せっかくだからよ。もう雪の王、これあの緑のクリーチャーなのね。1進化で、もうひらがなだからわかんねえよ。樹氷の恵み。自分の番にこのカードを手札から出して進化させた時に1回使える。まあ進化した時に使えると。まあ、進化はね、あの、デュエマスと同じで、普通にその、進化前のクリーチャーの上にペッて貼ったらこいつ進化するんで。で、自分のトラッシュにある草エネルギー1枚を自分のポケモンにつけると。あ、だから墓地のランドを1枚引っ張って戦場に出すと。すげえ俺ね、あの、マジック勢にね、わかりやすく説明してると思う。すげえわかりやすかった。で、技は1個しかないんだけど、まあ、ミドと無色3マナで80ダメージで相手のバトルポケモンを眠りにする。え？あ、そう。で、眠りはコイントスで表でないと起きないから、まあ、ほぼ眠り、待って、そうか、待って。眠りは表ですぐに行動できるから、まあ、2分の1で動けるんだっけ。あ、だから、あ、でも確定眠りって強いんじゃないでしょうかって、もう本当に今のポケモンわかんないけど、ちょっとね、雪の王をね、評価してみました。で、最後に、これ、あの、おまけでもらったやつ。なんだろう。これってさ、その、買ったとこがさ、独自で作ったシングルなのかな？それとも、最近のエキスパンションを買ったら必ずもらえるプロモ的なやつなのかな？謎だね。謎だね。まあ、それも謎だから、そう。もう開けて、ワイワイしようって。お前、本当に気の利いたこと言ってくれるいいやつだな。あ、でもなんか、待て待て、もう。いい光り方してんね。これ絶対高いだろう。だから高くない方から見よう。はい、高くない方。バッドエネルギー。あ、アクエネルギーか。ああ、てかなんか、目玉だな、バッタエネルギー。で、高いカードがドーン！ダークライチ！ダークライチ X ってか、かっけえ！そう、ポケモン最近すげえな、フルアートになったからなんか、もう、絵がすごい。こいつも180あって、種ポケモン。で、リザレクションはせっかくだから読みます。このカードがトラッシュにあるなら、自分の番に1回使えると。
あ、こいつ、え、マジ、墓地から帰ってくるじゃん。おう。で、墓地から帰ってきて、その後、自分のトラッシュにあるアクエネルギー1枚。あー、なるほどね。そうで、あの、ポケモンカードは、結局がエネルギーカードが付いてないと、その技が使えないんで、まあ、墓地から帰ってくるんですけど、まあ、墓地から帰ってきたこいつは何のエネルギーも付いてないから、全然役に立たないんですけど、この能力で帰ってきた時に、そのエネルギーも1個付いた状態で帰ってくるんで、まあ、その、全開状態じゃないにしても、すぐに技が出せる状態になる、なれると。で、技が、ま、闇の裂け目。3マナで、黒黒無色で、この技のダメージや抵抗力は、なるほどね。そう、ポケモン抵抗力と弱点があって、その弱点属性から受けるダメージは2倍なのよ。はい、うんうん。で、抵抗力があるやつから受けるダメージはマイナス20されるんだけど、まあ、この闇の叫びはその抵抗力関係なく130ぶち込むと。で、130なんて言ったらね、まあ、大体のポケモンが死ぬっていうのが、ま、その俺の昔の常識なんだけど、ま、最近180とかあるから死なないやつもま、結構いそうで。で、デッドエンド GX。これあの、さっきの GX はどうだ？目玉だ。そう、あの、ゲーム中に1回しか使えない技だけど、相手のバトルポケモンが特殊状態なら、あ、マジで、あの、相手のポケモンがその眠りとか麻痺とか混乱だったら、あの、即死です。はいはい、はい、即死。はい、即死。だから130、だから180だろうか200だろうが、あの、もう即死らしいです。でもなんかこれ あんまシナジーないね。だってこいつが特殊状態にできねえからさ。ね、完結しないの、こいつだけで、ね。あんま強くねえんじゃねえ。まあ、墓地から帰ってくるっていうのはさ、すごいなんかマジック的に強そうだけど。ほう。ってな感じ？俺とにかくさ、これさ、全部やんわり光ってんのがすごい好きなの。俺やんわり光ってんのが嫌いだったんだけど。マジで、うん、俺、これ結構やりたくなるぐらいのやんわりの光り方だよ。なんかでもなんかその、光ら、なんかそうそう、光ってない方が俺良かったの。どっちかっていうとこういう風に。なんかこの、地味にあの、キラッキラしてんのがさ。いいじゃん。あんま好きなかったなっていうことで、まあ値段計算して戦わせて、ママジックに華麗に勝ってもらいましょう。お、はい。で、結果発表。結果発表。すっげえテンション上がらない。だってあの、できたら、あの、やべえ、ポケモン、てかポケモン高いかどうかもわかんないけど、これ高いカードあんの？あんな、どうだろうね。それは結果発表で。あ、お前でも値段知ってんのね。値段を調べました。もう正直、ポケモンが高くて、いつもネタやりたいんだけど、なんかポケモンが高いかも俺定かじゃなくて怖いのよ。じゃあ発表しましょう。とりあえず。いや、いくよ。はい。エンペルト。はい。こいつね。100円。あ、買うと100円なの？ 100 円、買うと100円です。全然大したもんじゃない。はい。はい。で、こだわりハチマキ。うん。これが200円。あー、なるほど。はいはいはい。徐々に上がってきてる、ね。なるほどね。これ、ピーストリング。ピーストリング。はい。これ300円。はい。上がってきたね。今600円ね。出たくらい。これもこれやばそうだよね。400円。いくよ、はい、!200 円。いや、下がったんかい。なんだよ、それ。意外だね。意外だね。まあ、そしてもらえるもんだからな。200円。え、マジで？意外。はい、意外。うわ、俺すげえ今ナチュラルのマジで出したわ。そうでしょ？うん。でしょ？これ合計1000円だから。あ、ポケモンそんなもんなの？全然いってないっていう。え、じゃあ、MTG 勝てたよ、これ。え、でもこれ全部買ったら、え、いくらなの ?100、200、300? で、200、200だから、全部で1000円。え、でも1000円あったらさ、マジックデッキ組めるじゃん。デッキ組める、余裕で組める。だからその、ポケモンでもし、当たり引けなくて外しちゃった人は、その、売って、マジックを始めてみるっていうのはいかがでしょうか。これ最悪だな、それ。それを最悪だな。そう、ポケモン勢が、俺がポケモン勢だったら何言ってんだ、こいつになるから、うん、ちょっとあんま鵜呑みにしすぎないで、そう、マジックはでもね、1000円あったら、始めれるんですよ。嘘ですってコメントいっぱいあるかもしれないですけど、始めれるんですよ。気合さえあれば。なぜなら、無料のイベントとかあるから。そう、無料のイベントが、なんとあるんですよ。3月3日に。なので、ちょっと、これを見てるやつが、その、ポケモンでいるとは思えないけど、ポケモンでマジックに興味持った人がいたら、ぜひそのイベントに参加してほしいなって思ってるんですよね。ただで、その今、スタンダードで使えるカードが、もらえて、さらに最新弾のエキスパンションのパック1パック差し上げるんで、っていう、まあそのね、初心者向けのティーチングイベントを企画してるんで、もし興味持った方は、ぜひご参加ください。おでぐらいしか言うことがないわ、今回に関しては。意外に安かったからね、これ。え、マジで200円なの？これに、マジで200円だね。持ってるね、俺たち。まあ、ということで、今週の開封対決はこの辺だね。もうすごい未だかつてないしっとりした終わりだった。しっとり。まあ、これはこれで味のある回だったと思うんで、今回はこの辺で。というわけで、イベントもよろしくね。